どうせ書籍の中の売り上げの割合的に見ても、日本の漫画なんて 1% に満たないはず。日本のことを持ち上げてるだけよ。しかし、これが大きな勘違いだということに、私はある報道を見て気づかされたのよ。その報道とはこのようなものだったわ。フランス人女性による日本の漫画にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは。日野本真子です。今回は、日本の漫画に救われた。日本の漫画がフランスの書籍市場に与えた影響に世界が驚愕の話題です。海外、漫画は素晴らしい文化。現在日本のサブカルチャーは世界で高い人気を誇っています。日本のゲームやアニメ、漫画などは全世界の市場で圧倒的な存在感を見せていることは日本人の私たちもよく知るところでしょう。世界で大人気の日本のサブカルチャーですが、特にフランスでの日本の漫画人気は凄まじいと言います。フランスでの日本の漫画の人気は非常に高く、それはフランスの書籍文化にも多大な影響を与えるほどなのです。今回ご紹介するのは、あるフランス人女性がそんな日本の漫画の人気の凄さに大きな衝撃を受けたというエピソードです。果たして日本の漫画はフランスでどれほどの影響力を持っているのでしょうか。早速ご紹介していきます。私は生まれも育ちもフランスの生粋のフランス人。そんな私は昔からある一つの勘違いを抱きながら生きてきた。その勘違いとは日本の漫画についてのこと。フランスでは日本の漫画の人気がとても高いの。フランスには親日家の人が多くて、日本文化そのものが非常に好かれているわ。毎年フランスでは日本文化の博覧会であるジャパンエキスポが開かれているくらいよ。そこには毎年多くの人たちが集まっている。私は一度も足を運んだことはないけど、ニュースなどで映像を見ると、その熱狂ぶりはすごいわ。日本のアニメのコスプレをしている人がいたり、日本食を美味しそうに食べていたり、日本のゲームを楽しそうにプレイしている人もたくさんいる。みんな日本に熱狂しているのよ。しかし私は日本に対してそこまで関心がなかった。そこまでっていうか、全然興味がなかったと言ってもいいくらいかもしれない。日本の漫画やアニメを面白いと思う人がいたり、日本食を美味しいと感じる人がいるのは理解できる。ジャパンエキスポというお祭りが楽しそうだから足を運ぶという人がいるのも当然わかるし、そんなことは個人の好みだから好きにしたらいいと思う。しかし私には全く関心がなかった。だってそうでしょ？私はフランス人だし、今までずっとフランスで暮らしてきた。これからもフランスに居続けるはずよ。そんな私がわざわざ日本に関心を示す必要はない。そもそも日本という国は世界的に非常に人気が高いわよね。日本の製造品がすごいとか、国民性が優れているとか、そういった話をよく聞く。だからそのようなイメージでみんな日本のものに関心を持つのだと思う。でもこういった話題って注目を集めやすいから過剰に報道している部分が大きいのではないかって私は思っていた。例えば国民性に関する話題で言えば、日本人は親切だ、気遣いができる民族だ、なんてことがよく言われるし、それを見た人たちは、日本人はなんて素晴らしいんだって思うのでしょうけど、それは果たしてそうなのかしら。国民性なんてものは、その国や地域によって様々よ。またその国の文化の一つでもある。ある行為や例を切り取って、良し悪しを決めるのは違うわ。だから私はフランス人の日本人気は異常だと感じていたし、そもそも熱狂的な日本のファンなんてごく一部の人だって思っていた。ジャパンエキスポの熱気を見たら日本の人気はすごいのだと感じてしまうけど、よく考えればあそこにいない人間の方がはるかに多いわけでしょ？逆に日本が好きな人はあの場にいる人たちだけだったとしたら大した数ではないわ。だから私の中では日本人気なんてある種の捏造だと捉えていた。そんな日本のあらゆる文化の中でもフランスで特に人気が高いのは漫画よ。日本の漫画はフランス国内の書籍市場で猛威を振るっているといった報道はここ数年盛んに行われている。しかしこの報道に関しても私は懐疑的に捉えていた。どうせ日本の漫画が売れているとは言っても、それは他の国の作品に比べたら人気があるっていうくらいだと思っていたわ。どうせ書籍の中の売り上げの割合的に見ても、日本の漫画なんて 1% に満たないはず。日本のことを持ち上げてるだけよ。今まで私はそんな勘違いをしてしまっていた。しかしこれが大きな勘違いだということに、私はある報道を見て気づかされたのよ。その報道とはこのようなものだったわ。フランスで売れた書籍の7冊に1冊が日本の漫画である。私はこのニュースを見て衝撃を受けた。しかも漫画だけに絞ると日本の作品が半数を超えているというわ。フランスで売れているコミックのうち半分以上が日本のものだなんて。日本の漫画がそれほど市民権を得ているなんて。日本の漫画が人気だという報道は決して間違いではなかったの。私はこの事実に驚き、必死にニュース記事や関連記事を読み漁った。すると、どれほど日本の漫画がフランスの書籍市場に影響を与えているのかが分かったわ。ではそのニュースの詳細を紹介するわ。日本の漫画がフランスで販売されるようになったのは、今から約30年ほど前のことだった。この30年の間、日本の漫画はフランス人の支持を少しずつ高めていったわ。そして現在その人気は爆発し、ついに快挙を成し遂げた。日本の漫画の販売数がベベを抜いたのよ。市場調査会社 GFK の発表によると、2022年のベベの漫画の販売数は8500万部。そして日本の漫画販売数は4800万部となり、ベデを抜いた上にフランスで購入された本の7冊に1冊の割合となったわ。ベデというのは簡単に言えば日本の漫画以外のコミックってイメージね。厳密に言えば漫画もベデの一種って見方もできるんだけど、そこは今回の話にとってはややこしい解釈だから置いておくわ。あくまでベデは日本の漫画以外のコミックと認識してほしい。そのベデと日本の漫画の違いについてはこのようなものがある。まずはその形状よ。まず漫画とベデとでは表紙と裏表紙の位置が左右逆。そしてサイズも異なる。漫画は基本的には B6 かそれより小さいサイズになるけど、ベデの場合は A4 より一回り大きいサイズなの。ただページ数や厚みは漫画の方があるわ。ベデは大体が48ページなんだけど、漫画は200ページ以上のものがポピュラーね。そしてカラーリングも違う。ベデは基本的にハードカバーでオールカラーよ。しかし漫画は白黒で比較的安い紙を使用している。この違いは価格差にも出ている。ベデは1冊平均14ユーロの値段で販売されているけど、漫画は7ユーロ程度ね。だから販売数は漫画の方が多いけど、売り上げはベデの方が多いわ。そしてベデと漫画の違いは見た目だけに他ならない。取り扱うテーマや作風、題材なども大きく異なる。まずジャンル分けという概念が日本の漫画には存在するけど、ベデにそれはないわ。漫画は少年漫画、少女漫画、青年漫画などのように作品によって年齢や性別などによってジャンル分けがされている。しかしベデにそのようなジャンルは存在していないわ。そして扱うテーマについて、漫画はある一定の傾向がある。自己の超越、友情、忠誠、名誉、戦闘、完全懲悪。このようなテーマをもとに描かれている作品が多い。しかしベデのテーマはもっとバリエーションに富んでいる。かなり幅広いのよ。そして表現の仕方にも違いが見られる。漫画は実際よりもかなりキャラクターの動きや感情表現がデフォルメされて大げさに描かれる。嬉しい時に飛び跳ねて喜んだり、周りが水浸しになるくらいの大泣きを見せたり、こういった大げさな表現は漫画ならではと言えるわ。それから速さを強調するために走る人物の周りに線しか描かれないというような表現技法が漫画には存在する。こういった独特な表現方法はベデには見られないのよ。ベデと漫画にはこのような違いがある。もっと細かい違いもあるでしょうけど、大きな違いだけでもこんなにもたくさんあるの。そしてこのような違いや漫画の独特な特徴が今フランスでは大受けしているという。日本の漫画の人気についてベルギーの子供向けメディア JDE はこのような見解を示しているわ。日本の漫画ならではの過剰気味な表現が現代の若い世代には分かりやすいメッセージとして受け止められている。それこそが漫画人気を生む理由の一つであると考える。また、大げさな表現はダイナミックな紙面にもつながっている。実際にベデと見比べてみると、漫画には効果音ならぬ効果線がより多く溢れており、小回りなども自由度が高くてダイナミックなのだ。この見解だと、漫画ならではのダイナミックな表現技法が若者に受けているっていうことみたいね。そして、フランスアングレーム国際漫画祭の関係者は、パンデミック以来、これまでより若い世代に漫画読者が増えている傾向にあると言っているわ。ここから察するに、フランスの若者にとっては、ベデよりも日本の漫画の方が面白く感じるようね。この漫画人気を受けて、実はフランスでは非常に興味深い動きが出てきているわ。それは、マンフラが登場したということ。マンフラとはフランス人が日本の漫画のスタイルを真似して描いた作品のことよ。日本スタイルを真似したマンフラはベデとも漫画とも呼ばれることはなく、新しいジャンルになっているの。日本の漫画のスタイルが受けているのであれば、それをフランス人が真似をしてしまえばいいって考えね。確かにこれはその通りかもしれない。日本人よりも当然フランス人の方が自分たちの心理を理解できているわ。だからフランス人が人気の日本スタイルを真似すれば、私たちの心をつかむ素晴らしい作品を生むことができるかもしれないわね。今後はマンフラの躍進からは目が離せそうにないわ。このように日本の漫画はフランスでかなりの人気を誇っているんだけど、これをよく思っていない人間もいるみたいなの。それはフランス政府よ。まあ当然、自国の市場が海外のものに荒らされているような状況は政府にとっては面白くないでしょう。しかし日本の漫画に関するある政府の対応はフランス国内で大きな話題となり、賛否を巻き起こすことになったの。フランス政府は自国の芸術や文化を支援することを目的として、18歳の若者の文化芸術活動を資金的にサポートすることを発表した。これにあたり、若者の対象者たちに300ユーロ相当のカルチャーパスを無料で配布したの。このパスで利用可能なものは書籍、美術館、演劇、絵画レッスンなど、文化芸術活動というジャンルにおいては幅広いものが可能になっている。そして若者たちが最もこのパスを利用したのは日本の漫画だったのよ。パスを配布した6割以上の若者がこのパスを日本の漫画に利用していたの。これもフランスでの日本の漫画の人気を象徴するエピソードだわ。しかしフランス政府はこれをよくは思わなかった。そしてフランス政党国民連合の議員たちはこのカルチャーパスの利用対象から日本の漫画を外すべきだと主張したわ。私はこのニュースについて当時は完全にスルーしていた。だって私は最近まで日本について全く関心がなかったからね。日本の漫画のブームだって大げさな報道だと思っていたから。しかし今は違うわ。日本の漫画がフランスでいかに流行しているのかを知っている。だからこのニュースについては私自身も思うところがある。私自身が日本の漫画が好きだということは決してない。しかし漫画自体はれっきとした芸術的分野の一つであると思う。いかに日本の漫画が市場における影響力が大きくなろうと、フランスのコミックの売り上げを上回られようと、それは関係ないわ。若者の文化芸術活動のために配布したパスであるならば、そういった事情は関係ないはず。私はこの国民連合の主張はお門違いに感じるわね。そして当時の世論はこれについてどう思ったのかというと、なんとこの政党の主張には多くの反論が集まったわ。フランスの公共放送局、フランストロワはこの政党の主張について反論した。反論の内容としては、フランスの書店を日本の漫画が救っているというものだった。ここではフランスの書店の経営者複数人の証言を紹介していたみたいなんだけど、その人たち全員が日本の漫画を読書の一部として進めていたというわ。ある書店の店長はこう発言していたみたい。日本の漫画は若者たちの読書に対するイメージを変えてくれた。読書から遠ざかっていた若者たちの多くが小説の文学的側面にネガティブな価値観を抱いていた。しかし日本の漫画はそれを覆す手助けとなっている。日本の漫画の高い人気がフランスにおける書籍文化にいい影響をもたらしているというの。しかもフランスの多くの書店で日本の漫画の売り上げはかなり大きな収入源になっている。紹介された書店の中には売り上げの6割が日本の漫画であるというお店もあったそうよ。現在フランスにおいて日本の漫画は書店を救い、書籍文化を守る存在となっている。もう日本の漫画はフランスとは切り離せないほど重要なものとなってしまっているのよ。私は今まで自分がとんだ勘違いをしていたのだとこの事実を知って気づかされたわ。弟と会話をした時にはこんなことを言われたわ。ねえ、あなた日本の漫画って好き？うん、好きだよ。いろいろと読んでいるよ。ナルトやドラゴンボールは素晴らしい作品だ。それ以外にもいろいろあるけどね。特にこの2つは最高さ。私は最近まで日本の漫画がフランスでこれほど人気だなんて知らなかったわよ。それはダメだよ。姉ちゃんは遅れてるな。ちゃんと流行りに乗っていかないと。弟はそう言って私にドラゴンボールを貸してくれたわ。今私はそのドラゴンボールを読み進めているところよ。それを読んでいたら確かに面白いし、日本の漫画が人気になる理由がよくわかる。まだ私は日本の漫画の本当の魅力を分かってはいないのでしょうけど、これからは少しずつそれを理解していきたいと思っている。だってこれから日本の漫画がフランスではさらに影響力を持つものになるはずだからね。それにマンフラだってどんどん人気になっていくでしょうから。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。こうして漫画がフランス社会で主流になるなんて20年前にはちょっと考えられなかったね。フランスでは日本と同じく漫画と呼ばれていて、漫画好きな人が多いわ。本屋に行くとたくさんの漫画が売っているのよ。もちろん日本の漫画は大人気で、周りで特に人気なのはワンピースかな。絵が上手だし、長く続いているからファンも多いんだと思う。僕にとって一番印象に残っているのはドラゴンボールだな。いろいろなキャラクターがいるし、ストーリーも面白いからね。他の作品にはないストーリーだよ。進撃の巨人を読んでいない人は絶対に読んだ方がいい。展開が早くてかなり面白いから。漫画とアニメに革命を起こした作品だ。フランスには素晴らしい文学がたくさんあるんだよ。でも日本の漫画も素晴らしい文化だよ。以上が海外の反応です。フランスで日本の漫画が認知されるようになったのは今から30年前、日本のアニメが放映され人気を博したことがきっかけと言われています。1978年に放送された日本のアニメ、UFO ロボグレンダイザーはフランスの子供たちに大人気で、当時放送を見ていた人たちの間では伝説的なアニメになっているそうです。そしてその後はドラゴンボール、セイントセイヤ、シティハンター、キャプテン翼などの作品が放送されることになりました。しかしこの30年間、日本の漫画やアニメは常に順調にその人気を獲得してきたわけではありません。日本のアニメが子供たちに悪影響を与えるのではないかといった声が上がった時期もあったといいます。90年代にはフランスで日本のアニメが放送されなくなってしまった時期もありました。しかし日本の漫画は少しずつ着実にフランスでもその素晴らしさが認められるようになっていき、今ではその人気が爆発しています。そしてフランスの書籍文化を支えるものにまでなっているのです。今後もフランスの人たちに日本の漫画を愛し続けてもらえたら、日本人の私たちとしては嬉しい限りですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。